ゆるく楽しむプログラミングと電子工作。見た目につられてフリーノーブプロジェクトキット FNK0059 を買ってしまいました。フリーノーブはロボットキットなどを多数販売しているメーカーです。今回購入したのはアルドゥイーノ用のビギナーキット、あるいは巨大な実験シールドです。実装されているものも含めて24種類のアイテムが使用できます。ボード上には17種類が実装されており、7種類はケーブルで接続します。モーターはケーブルで接続しますが、モータードライバーはボードに実装されています。キットは紙箱にみっちり詰まっています。マニュアルは入っていません。フリーノーブのサイトからダウンロードします。URL はケースに貼ってあるシールと中に入っているカードに記載されています。名刺サイズのユーザーガイドにもウェブサイトを参照するよう記載されています。中の小箱には赤外線リモコン、加速度センサー、サーボモーターなどが入っています。底面を保護するアクリル板と足が付属していますので、最初にこれらを組み立てる必要があります。8箇所にネジ止めするだけで組み立てが完了します。小さなドライバーも付属しています。モーターなどのユニットは常時接続しておく必要はなく、使う時に接続すれば良いです。アルドゥイーノの学習では電子回路の配線とスケッチの作成を同時に行う必要があります。うまく動かない場合に回路の間違いなのかスケッチの間違いなのかを見極めることは初心者にはハードルが高いです。このキットは最初から配線されているので電子回路の間違いを考慮する必要がなく、スケッチの作成に集中できます。センサーや LCD など接続が必要なユニットもありますので、間違えて逆に接続してしまう可能性もありますが、チュートリアルに接続図が記載されていますし、グランドの位置に注目すれば接続間違いは防げると思います。チュートリアルマニュアルとチュートリアルに使用しているスケッチ、各ユニットのライブラリはメーカーのサイトからダウンロードします。チュートリアルマニュアルは英文ですが、内容は分かりやすいです。24種類のユニットについて、チュートリアルの目的、使用する機材の一覧、使用するユニットの説明、サンプルスケッチが掲載されています。中学英語くらいの簡単な文章なので、よほど英語が苦手な人でなければ読めますし、 PDF からコピペもできるので、 Google 先生やチャット GPT を頼っても良いです。下準備をすれば割と分かりやすい訳になりますし、チャット GPT に分かりやすい日本語に翻訳してと指示すると読みやすい訳になります。慣れていれば大した問題ではないのですが、ビギナーキットとしては問題かなと思う点ですが、サンプルスケッチの一部に誤りがあるので注意が必要かもしれません。確認した中では LCD1602 の I2C アドレスが 0x27 で定義されていますが、キットに付属の LCD1602 の I2C アドレスは 0x3F でした。値段や調達性の問題で梱包品が変わったのかもしれませんが、初心者だとチュートリアル通りにやっても動かなくて悩むことになるかも。 LED マトリクス、7セグメント LED、 LED バーは同じシフトレジスタ IC を使用しています。使用しているアルドゥイーノの IO ピンも同じなので、同時に制御することはできません。 LED マトリクス、7セグメント LED、 LED バーをディップスイッチで切り替えて使用します。同時に使用しても壊れませんが、目的以外の LED ユニットは変な動きになります。他にもジョイスティックとポテンシオメーターなど同時に使用できない組み合わせがいくつかあります。アルドゥイーノの IO ピン数の制限なので仕方ないですが、ちょっと残念な感じがします。英文ですが、丁寧なチュートリアルが提供されていて、配線不要でスケッチの学習に注力できるキットになっていますが、反面電子回路の学習には不向きだと思います。ですが、
こんな感じの実験シールドの大型版だと思えば、すべての IO 端子と拡張電源端子が出ていますし、スイッチやポテンショメーター、シフトレジスタにモータードライバーが配線せずに使えるので、アイディアがひらめいた時に、ちょっと実験するのに便利です。サイズが大きいので微妙な感じがしますが、そこはロマンで。以上、簡単ですが、フリーノーブプロジェクトキット FNK0059 の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。